はい、スタジオキャンドルの、発表会ということで来ています。ちょうどですね、ショーの在校生と卒業生がインストラクターとして、活躍してましたので、取材ということで話を聞いていきたいと思います。まずは、はい、自己紹介お願いします。研究家の磯野リブです。在校生ですね。はい、はい、リブさんはじゃあ何を担当しましたか？今日はダンス&ボーカルグループのパールというグループを担当しました。はい、普段はあれですよね、ボーカルレッスンを今までそれやってたんだよね。やってました。はい、はい、ということでパールを担当しましたリブさんです。やってどうでした？すごく良かったです。今までで一番いいステージだったと思います。はい、みんなも笑顔だったし、すごくパワーもらいました。はい、ありがとうございます。そしてじゃん、はい、自己紹介お願いします。はい、2015年度ダンスエンターテインメント科卒業の井原琴音です。はい、はい、琴音さんは何のナンバーを担当しましたか？はい、ちっちゃい子たち3歳から年長さんくらいのキッズダンスの子たちを、はい、担当しました。はい、はい、どうでした？やってみて。そうですね、もういつも練習をすごく頑張ってたので、その成果がもうステージでバンと発揮された日だったと思います。とっても見ててもう感動して涙がすごかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしてジャン。はい、はい、2012年と、うん、卒業、ダンス科卒業の今井彩乃です。イエーイ。私は、今回キャンドルの、キッズチアのチームと、キッズジャズ、それから大人のジャズのチームを、やってきました。はい、はい。ね、ちょっとチーム数が多くて全部紹介できないんですけど、大会を目指してるチームとかイベントに向けて頑張ってるチームとか目標がそれぞれなんですけど、去年の発表会から比べて1年で結構成長した姿を見ることができたし、新しく目標もそれぞれのチームに、目標を見つけることができたので、これからまた頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでダンス科の学生たちがインストラクターとしてこうやって頑張ってます。また引き続き頑張りましょう。ありがとうございました。